い人、後ろいっぱいいるね。まあプロには絶対なれない。人のプレー見てないやつは、自分がどうしたら上手くなるのか、どうしたら上手くなれるのかって人見て決めなきゃいけない。人見て、あ、俺だったらこうするなとか考えてやんなきゃいけない。何人いる？誰も見てないよ。上手くなるわけない。わかる？コーチがこんなこと言わないかもしんないね。厳しく言えないよ今。怒れないもんだって。怒ったらね、お母さんお父さんから文句言われる。強く言えないよ。みんなでもさ、言われないとやれないわけじゃん。自分たち考えてよ。上手くなりたいってずっと思ってるやつと今みたいに話してるやつ、どっちが上手くなると思う？すげえ簡単ね。ここら辺でうまい、チームで一番俺はうまいと思ってるかもしんないけど、絶対 J リーガーにはなれない。日本で何人かしかなれないんだよ。わかる？それ考えて、うまくなりたいんだったらしっかり見て、俺こうやってやろう、次俺こうやってやろう、今失敗しました、なんで失敗したんだろうって考えてないとね。試合へ今日来ました。負けてるチーム、勝ってるチームある。負けてるチームもいっぱいある。これ勝負負けるよ。負けることもあるし勝つこともある。負けたらなんで負けたんだろうっていうのを考えなきゃいけないね。一瞬だけ悔しい悔しい、あー負けちったってやって終わってんのか、なんで負けたんだろうって考えて、この練習飛んでるのかね。シュートミスしたやつもいっぱいいると思うよ。次決めようって入って練習する人とね、違いすぎる。もうちょっとやんないと。 OK？ はい、やろう。元横浜マリノスって言われましたけど、それは1チーム、1チーム目で10チームぐらい行ってます。40までサッカーやってまして、今やめて、スクールコーチやったり、今 AC ミランというサッカーにあるんですけど、そこの社会人の取りまとめをしてます。本日はよろしくお願いします。佐藤優斗です。ジェフユナイティジャイアンツの方で、12歳から株組織に入らせていただき、そのトップチームに、上がり、37歳まで、ほぼジェフで、プレーをしました。今も引退して、クラブのアンバサダーをやりつつ、 J リーグや海外サッカーの解説とか、あとはこうイベントで、サッカーをしたりしています。今日は本当にみんなと、サッカーをできることがすごく楽しいんですし、やっぱ千葉県に ある、クラブチームのみんなと、サッカーの楽しさを一緒に、やれたらいいなと、自分たちもこうやってきた経験というのをみんなに伝えられたらいいなと思っていますので、よろしくお願いします。元気にいきましょう。それでみんなが好きなシュート練習をやるんだけど、みんなもらうときに気をつけてること、はい、ファーストタッチ、ナイス、はい、トラップスリーチ、ファーストタッチもそうだしね、トラップスリーチもそうだし、みんな正解です。パス出す人が主導権に握ってる。主導権って分かる？パス出す人が決める。どこに出すか、よく子供たち見てて、みんな見てて、出せよって困ってる人いない？プロで出せよって言ってても、ね、次動き直してると思うんだよね。出せよって言って困ってる人は多分あんまりいないんだよ。いないと思う。だからそこの、動き直しっていうのを簡単にやっていくので、ちょっと見てください。はい、トラップします。ほら、ゆうと味方を見てるよね、ずっと。それはなんで見てるかって言ったら、こっちで出す人がいつ出せるのかなっていうのを見てます。みんながやるとき、出します。
っていうのよく見ない。ちゃんと出し手が出すいつ出せるか、それをちゃんと見てね、タイミングを合わせてください。じゃあ例えばトラップミスを想定しないでみんな走っていきます。はいはいはい、はい、走っていきます。でもトラップミスしました、したらどうする、ここで動き直さなきゃいけない。どこに動き直す、こういうとこ、そう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 。それは見て自分たちで判断すればいい。どこに行ったらゴールに向かえるか、相手が嫌なとこ探して、どれでもいいところでもシュート受けるところに、もらわなきゃいけない、走らなきゃいけない、やり直さなきゃいけない、何度も。で、小学生すごい多いのはまっすぐしかいけない、バックステップ踏む逃げる動きとかってあんまりやらないと思うんだよ。できたらそれも頭に入れてやろう。逃げる動き出したら逃げるっていうのはできるけど、連続で真ん中でもらいたいけどトラップミスしました、相手がディフェンス、相手がねここ警戒しました、どうしたらまたやり直す、これを繰り返さなきゃいけない、ずっとサッカーは。はい、だからそれを練習しましょう今から。 OK ですか。はい、じゃあスタッフ、コーチスタッフお願いします。出しやすいボールをダイレクトで出てきそうだなっていうパスはどういうパスなのか自分たちで考えて、ダイレクトで来そうだったらそのタイミング、ダイレクトで来なそうだったらもう一回動き直す。 OK、 はい、引き出して行こう。ありがとうございます。毎日必死に何自分が何が足りないと思う。パスの精度、シュートコース、それを思って練習しない毎日。ありがとうございました。そうだ、みんな見てみない、みんなそうやって考えてるやついると思う。ありがとうございます。みんな多分あんま考えてないよ。だから自分は考えてるんだったら俺は違うって思わなきゃいけない。俺はみんなよりずっと考えてるし、俺はみんなより上手くなりたいと思ってればいい。それで毎日練習ちょっとずつやれば、うん、頑張んな。はい、どういう練習をしたらパスとかが上手くなりますか。サッカーって
やっぱ試合が一番上手、上手くなるということは、相手がいると、まあ、成長することにつながるから、はい、お家の近くにチームメイトとか学校の友達いるでしょ、はい、そういうことをしっかりと学校の終わった後に公園でもいいから二人でアイデアを出し合ってサッカーを練習すれば、そのアイデアが実際試合でも生きると思うし、この例えばこうコーチに言われたこととか、まあ、今日教わったことを YouTube 好きだよね、はい、ね、YouTube 見てリフティングの練習してそれじゃサッカー上手くならない。一番大事なのは自分で考えること、自分で、あ、こういう練習やったら楽しいなって思ったらその練習やればいいと思うし、自分で考えて、あと一緒にやる仲間が考えたことを自分もそこに入ってやる。そうすることでお互いがアイデア出し合うことが一番大事、はい、だから YouTube 好き、はい、ほどほどにしてね、いいのね、あのお父さんお母さんもその方が喜ぶと思うから、はい、はい、ありがとう。あ、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。またコーチやスタッフの皆さんもありがとうございます。お父さんお母さんもありがとうございました。自分からこう、まあ、小学生 の選手に伝えたいことっていうのは、まあ、サッカーは本当に勝ち負け、サッカーに限らずね、あのスポーツには勝ち負けははっきりするスポーツだからこそスポーツは楽しんであって、でそれにこう勝った時に喜びと負けた時の悔しさっていうのがあるじゃん。実際成長するときはどっちだと思う？勝ったときに成長する、負けたときに成長する。みんな知ってるの答え言わせてよ、この答え。そう、負けたときに成長するのよ。で、自分は君たちとそれこそ同じぐらいの年、小学6年生のときにジェフのセレクションを、当時ジュニアユースのセレクションを2回受けたのね。そう、2回受けて、2回落ちてるのよ。で、3回目っていうか中学1年生は別のチームに入って、その試合を見てジェフからスカウトみたいな感じで入ってたんだけど、セレクションには2回落ちてる。でもそれこそ君たちが言ったように、その自分が2回落ちた時にもういいや、サッカーいいやとか、その、いや、コーチのせいとか、誰かのせいにしたら、多分、ジェフに入ることはなかったよね。2回押したときに、しっかりと、やっぱ自分に何が足りないかっていうのを、ね、考えて、サッカーやり続けた。それによって、今では、その、ジェフっていうチームの、最多出場数、プロの中で、一番ジェフで試合に出たのは、自分なのね。2回落ちた自分が、J リーグでジェフなんか一番試合に出たのは自分なの。だから、おーって言うとありがとう。だから、みんなも勝ちとか負けとかあるけど、それこそこう、人生とか、まあ、サッカーでうまくいかないことたくさんあると思うけど、いくらでも変えれるってことは自分自身で。なので、こう、常にこう、下を向かないで、顔を上げて、頑張ってほしいなと。これはもうサッカーに限らず、勉強もそうだし、他のこともそう。ね、顔を上げて、元気に、やっていってほしいなと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあ続きまして皆さんよろしくお願いします。本日は、ありがとうございました。スタッフの皆さん、コーチ、保護者の皆さん、ありがとうございました。青年会、このやってくれてた、この大会を開いてくれてた人、青年会議所って言うんだけど、グッドルーザーって聞いたことある？グッドルーザーって、青年会議所の人たち、この大会を開いてくれた人たちがね、グッドルーザーって、敗者、負けた人たちを讃えるって分かるかな。負けて悔しがるのは大事なんですけど、大事なんだけど、あれ知ってる？ナビスコカップで準優勝チームがメダルかけられて、
外したやつ知ってる？表彰式。知らないよ。知らない？高校サッカーで、流通経済かな？青森山田とやった時に、メダル、それこそかけられて、外した選手がいたの知ってる？知ってる？知らない？そういうことをしちゃいけないってことね。そういうことをしちゃいけないってことを、今、この大会で、覚えて帰ってください。はい。でも、プロになるんだったら、その気持ちが必要。ね？今日負けたチーム、この中にもういると思うけど、負けることもあると思う。けど、ね、悔しい。泣く。そういう選手、いた？でも負けて泣いた人。まだ勝ってるチームはいいけど。あ、泣いた？そこだけ？ OK。ナイス。でもそういう気持ちは絶対大事。ね。負けて悔しい。不適されてるかって言ったら不適されてない。さっきも練習一生懸命やってた。ね。そういうふうに、必ず負けた後、反省っていうか、考えてください。何がダメだったのか。ね。何がダメだったのかっていう気持ち。を持ち続ける。ね、すぐ、俺もそうだけど、3日とか、1週間とかで終わっちゃう。ね、楽しいことあったらそっち行っちゃうよ。ね、YouTube 見ちゃったりしちゃうでしょ、みんなも。サッカーで負けて、帰りの車ですぐ YouTube 見てたりするでしょ。ね、しょうがない。けど、ね、負けた悔しさ。うまくなる人はずっと考えてる。うまくなるためにどうしたらいいか。みんな中村俊輔知ってる？はい。サッカーノートすっげえ書いてるの知ってる？知ってます。サッカーノートすごい書くことってなんで大事か分かる？うまく考えると大事。そう、考えるため。ね、一日ちょっとでもサッカーのこと考える。そういうことをずっと続けてやってください。はい。あと、今のみんなに絶対必要なのは勝負にこだわるってことね。俺も去年、一昨年サッカー引退して、去年1年間、2年間子供たちを見てきてるけど、勝負を何かしないと勝負にこだわらない。言わないと。絶対負けたくないって気持ちを絶対持ってください。俺はプロになる。この中で一番になってもプロになれないかもしれない。わかる？今日うまい子誰かいるよね。うまい子いると思う。他のなんか違うチームに。あ、この子うまいなと思う子。その子よりうまくならなきゃいけない。それになるには練習しなきゃいけないんで、みんな必死に負けず嫌い、サッカーのこと考える。負けて悔しくても態度悪くしない。 YouTube をちょっとしか見ない。なるべくサッカーを見る。みんな約束守ってやってください。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。